世界を滅ぼそうとしたその時、一人の勇敢な魔導士が現れたのです。ほう、世界に夜明けをもたらすために魔導士は魔人と戦う。ついに魔人を倒したのです。魔導士の輝きは世界を明るく照らしたのです。長い長い夜の終わり、これが世界の夜明けでした。やったー。こうして魔導士は魔法帝と呼ばれ、伝説になったのでした。魔法帝、シスター、魔法帝って今もいるんだよね。ええ、このクローバー王国が平和なのは魔法帝のおかげ。すっげえ。魔法帝って偉いの？国王様の次に偉いのよ。よーし、決めた。俺魔法帝。今年は豊作になるといいな。そうだな。うっと、シスターリレー。なんだ、また教会の小坊主か。
いつか魔法帝になってあなたを幸せにします。だから俺と結婚してください。ごめんねアスタ、私はみんなのシスターだから。あーまだだ。 あのごめんね。あー諦め。あいやあのだからね、まだまだ本当にごめんなさい。シスターリリー、ワンモー。しつこーい。水創生魔法。え、愛の聖剣好き。あ、ごめんなさいアスター。ああ、はあ、何回振られりゃいいんだよ。やめとけってアスター、お前が湯の兄に勝てるわけねえじゃん。くらえ必殺。待ってアスター、魔法使えないんだから。なんもってねえ。こーい、まだだアスター面白い。センスゼロだな。その年で何の魔法も使えねえとかマジありえねえ。お前らなんだ年上に向かってその口の利き方は。うるせえ、この世界は魔法が全てなんだよ。魔法なんて使えて当たり前、使えないやつなんてアスタしか見たことがねえ。なら薪割りはこの俺にお任せを。ユノニーとアスタ同じ年でこうも違うかね。ユノニーだったら魔法帝直属の魔法騎士団に入るのも夢じゃねえかもな。もうすぐアスタも授与式、グリモワールを手にすれば触発されて魔法も使えるようになるはずよ。シスター。多分ね。グリモワール、もうすぐもらえる。やっとやっとだ。3月、ホタルタンポポの綿毛舞う頃、年に一度クローバー王国の各地で15歳になる者たちを集めて持ち主の魔力を高めるグリモワールの授与式が行われる。すっげー、これ全部グリモワールか。俺のはどれだろう。グリモワールを手に入れればきっと俺も魔法が使えるようになる。すぐにユノに追いついてみせる。グリモワール授与。これが私
私のグリモワール。どうだ、俺の方が大きいぜ。僕の方が分厚いぞ。グリモワールが来ないんすけど。また来年。なんじゃそりゃ。マジかよ。信じらんない。四つ葉のクローバー。四つ葉、あの伝説の初代魔法帝も授かったという。すごい力が秘められた幸運が紛れ込んだクリモワール。俺は魔法帝になる。ユノ、待ってろ、すぐ追いつく。俺はお前のライバルだからな。ありえねえ。こんなちいけな村でとんでもねえもんが出上がったよ。なんだお前は。少し前までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね、追放されて今はしがないただの盗賊さ。そのグリモワール俺がいただこう。グリモワールを使えるのは選ばれた本人だけだが、四つ葉のグリモワールは闇のコレクターにとんでもない高値がつけられてる。残念だったね。この場に俺が居合わせて、君の伝説は始まる前に終わりだ。おっと、そのペンダントも金になりそうだ。もらっておくよ。何してんだお前ら。何もかも諦めな。こんな落ちぶれ野郎相手に逃げてたまるか。体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。無駄なあがき、ご苦労様。俺はな、この鎖で触れた者の魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつはアスタは俺のライバルだ。まあまただ。
グリモワール、やっぱりな、アスタが選ばれないなんてありえねえ。確かにお前に魔力はなかった。何なんだそのグリモワールは。クローバーの3枚の羽にはそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の羽には幸運が宿る。5枚目には悪魔が住む。魔法が使えないならせめて肉体でもと思って鍛えた筋肉が役に立ったぜ。アスタ、あ、うん、ユノ見ろ見ろ、俺のグリモワール、とてつもなくボロボロだけど一生大事にするぜ。よし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 、助けられちまったな。お、この借りはいつか必ず返す。アスタ、約束覚えてるか。ユナこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。足手まといになるなよ。
せます。はっ！狂乱の塔！はっ！私はみんなのシスターだから。私はみんなのシスターだから。この俺様がいれば全て解決。君も僕の友達になってくれる？信頼に応える。私はみんなのシスターだから。僕はマルクス、魔法帝の側近だ。私に近づくな。戦場が我が伴侶だ。